漢季点は、仏教の守護神である天部の一つ。また、聖天、大小漢季点、大小漢季大自在点、大小漢季送身天皇、造尾点、天尊。あるいは美奈屋家、ゴナパティを恩赦して、美奈屋家、なぞことも言う。造頭人心の単身像と立像で包容している、造頭人心の送身像の二つの姿の形像が、多いが、稀に、人頭人心の形像も見られる。 多くは図紙などに暗記され、秘物として扱われており、一般に公開されることは少ない。ガネーシャも参照のこと、ヒンドゥー教のガネーシャに起源を持つ。ガネーシャは、ビナーヤカ、ビグネーシュバラ、ガナパティ、または、ナンディケシュバラとも呼ばれる。ヒンドゥー教最高神の一柱柴神を父に、パールバティを母に持ち、柴の軍勢の総帥を務めたとされている。 古代インドでは、もともとは、障害を司る神だったが、やがて障害を除いて、財福をもたらす神として広く信仰された。ヒンドゥー教から仏教に取り入れられるに伴って、仏教に帰依して、ご法全身となったと解釈され、ヒマラヤ山脈のカイラス山で9800の諸賢族を率いて3000世界と、仏法像の御法を守護するとされる。 悪心が十一面観音菩薩によって全身に回収し、仏教を守護し財運と福運をもたらす天部の神とされ、日本各地の寺院で祀られている。一般的な法要している、贈答人心の創心像の場合、頭部に冠をつけている方が十一面観音で、その十一面観音に法要されながらも足を踏まれている方が、美奈や顔とされる。聖天の名称は、 大日如来もしくは未時代菩薩の権ンゲミであるために、寒気点の本名を表すために、聖の字を用いて、聖典としたという。寒気点を解く経典には、以下のものがある。東密、大密ともに、大日如来が方便のため、権ンとして、微なやか点になったと、解釈されている。欲望を抑えきれない類の主張に対して、まずは、 願望を成就させてあげることで心を沈めさせて、仏法へ心を向かわせる。党の含む工房主は、その著述で、聖天の理想方便は、自由の仏心を超過し、二世の湿地を得ること、この御事にごとく話し、しと散端している。美なやかなぞこが湿地品費用では、器に、ひざる者には緑に伝授してはならず、器に選ばれざる人物は少難があり、死者は、 なぞこの法を収めて速やかに出地を得ると、説かれている。大政喚起送信大事在天美奈やか王、紀え年塾予報によれば、魔系修羅大事在天皇は、カラスマを妻となし、三千の子を設けた。その左の千五百は、美奈やか王を第一となし、諸悪事を行っていた。その右の千五百は千奈や家持ち前天を第一となし、一切の善理を収めた。 これの千奈やかをはすなわち、観音の化身であった。彼の美奈やかを悪行同性一類を調和し、兄弟夫婦となることをなした。四部美奈やか法によれば、観音菩薩が美女に化身して、棒神だった美奈やかを長伏に来た。美奈やかはこの美女を抱きたいと欲したが、美女は私の教えに従って仏教を守護するように求めた。 美奈やかはこの美女の要求を承諾し、そして美女を抱いて交わると歓喜を得た。これにより、美奈やかは仏法に信奉し、合わせて仏教の語法神となった。聖天平安時代の図像集、別尊雑記巻42より、蔵頭人身の形像が多いが、人頭人身の形像もある。大正歓喜葬美美奈やか典形像品儀記等に、基づいて男典。 女天二体の立像が向き合って抱擁している、換気物的なものが通例である。送信換気天像の場合、形像の特徴としては、頭部が相手の右肩に乗せられている。もしくは、頭部が二体とも同じ方向を向いている姿が多い。ヒンドゥー教のガネーシャ神と同様に、単体多比像もあるが、像像例は少ない。像頭である理由は、 微なやかな底こがし、地品費用によれば、仏菩薩の権限にて、作作作割者を証券に、輸入船がために贈答を表す。すなわち贈は、神意協力ありといえども、よく養育者及び、乗御者に従う。この御事しかり、正味を表せども、よく、木の人ないし、鬼没者に従うといえり、と記されている。日本仏教には珍しく、 高貴密教の無常湯河やタントラ教の漢気物を連想させるような男天、女天が抱擁し合う表現を含むため、送信漢気天像は、秘物とされて一般には公開されないのが普通である。漢気天の彫像は、円筒形の図紙に安置された肖像が多く、欲油ともによって供養することから金属製の像が多い。現存最古とされるのは、金剛寺の漢気天木像だが、 可能うじて木造であることが伺える程度の状態である。鎌倉市宝開寺の換気天像は高さ百五十センチを越す木造で、制作も優れ、日本における換気天像の代表作といえ、国の重要文化財に指定されているが、秘物とされ公開されていない。了海曼洲に描かれているものは、すべて単身の二飛像である。今後、海曼洲では、外院二十天北方に位置し、 改造会曼羅には、大自在天の化身の医者な天の眷属として、災害院北方東部にある。美なやかな底湯が湿地品費用では、などこの方を収めたいものは、まずビルシャナ仏、カンゼオン菩薩、クンダリ菩薩の三蔵を数計、礼拝すべきと説かれている。これに合わせて、ビルシャナ五字真言、カンゼオン十一面ひともたこ書諸説真言。 ぐんだり菩薩序商南神言が記されている。チベット仏教では、ぐんだり明王が、寒気点を重複した姿で表現されることがあり、ぐんだり明王は寒気点を支配するとされる。油で寒気点を目浴させる。銅器に正常な油を入れて適温に温めて、その油をひしなどで汲んで、寒気点の像に油を注ぐ。108回を単位として、1日に7回行う。 よく油ともに対する供養法。初夜の供養法。天部の諸村は、午後には、食を取らないので、飲食物を備えずに、虎の時に汲んだ水を意味する、生花水を赤香水として備える。もしくは、その水に花を浮かべて備え、供養する。なお、古来、虎の時に汲んだ水は、水量が盛んで、水に虫が湧いていないと言われ、極めて正常な水であるため、 諸物諸存に供する水として最適であるとされている。換気点に備えることにちなみ、この名前がついた歌詞である。主に換気団換気丸、または略称で、断気などと呼ぶ。形状は、単体多皮蔵の換気点が巾着袋を手にしているため、その巾着袋を模したものと言われている。本来は、モーダカと呼ばれるインド料理とされ、日本では換気点。 送信美写門店への定番の供物になる。経典中には歓喜団の名が記され、材料や作り方については様々示される。平安時代中期成立の和名類受賞の飯餅類では、歓喜団一名団記と記し八種唐菓子の一種として紹介している。江戸時代中期の苦行、この栄へ広は、著書で歓喜店の祭り日にある餅を包んで揚げた料理は、 寒気団であるとのせ、京都の菓子屋では雨を包み油で揚げた菓子を換気店への供物として売っていたことから、これは清浄寒気団のことだという。現在でも京都市の亀屋清長が通年菓子にて清浄寒気団を販売し、今日に威風を伝えている。晴天ともに供物として寒気団、寒気丸とともに酒、大根が一緒に備えられる。 最長が特に六天公式を定め、天部の六種の神への祈願文を定めている。その中で、そもそも我ら、仏法を交流して、主上を利益せんとすれども、志あっても力なし、仏像を増留し教官を所写するに、にあれどもすいぐるなし、このこと誰が人か、哀れみをなさんや、この年難寺に服するお縁や、ただだ、本尊聖者を願い、品を転じて、 福を与えるの術を施すべし。と述べ、貧乏人でも、この神の名を聞けば、たちまち裕福になり、癒しい地位の人間でも高い地位につけるであろうと教えている。大政喚起天使まじない法行では、以下の厳正利益が説かれる。一般には、夫婦和合、小授けの神としても信仰されている。 松地山聖典として知られる、本流院の大聖観起典和さんに、世の父母が、その子等の浮きを知らぬわがままを無理の願いと知りつつも、その知恵朝日を哀れみて、願いを叶えたまいつつ導きたもうにさもにたりと、歌われているように、初心仏に捨てられた祈願も観起典に一心にすがれば、救ってくださると信じられている。信者にも、祈祷作法が定められている。宗派 人によって様々であるが、一般的には以下の通りである。生駒マ聖典では、祈祷量を収め、換気点へ立ち物をすることを誓って、祈願者の願い事を叶えるように願う願掛けを行うことに注意を促している。立ち物を伴った祈祷は中断したり、変更ができない上に、立ち物を止めた場合には、祈願者に対して狂事が起こる場合があるので、 立ち物による願掛けを行う場合は、その点を理解した上で行う旨が記された文書が、拝殿向かいの守り札書の内部に掲示してある。換気点礼拝のための読書用の経典や次第、作法などをまとめた、言行次第、礼拝作法は、寺院によって異はある。代表的な例を一家に挙げる。換気点は、正常を尊ぶため、身内、親族が亡くなった時の起伏機関は、 寒気点の参拝を控える慣習がある。参拝を控える期間、帰伏中の作法は、寒気点を祀る寺院によって、それぞれ定められている。不参日は、最長で49日。帰伏中は、境内の本堂は参拝しても良いが、拝殿前の鳥居から先への立ち入りを控える。不参日は、本堂向かいの事務所に掲示してある。寒気点は、利益も、去ることながら、 恐ろしい神として維持されてきた。俗に聖天様は人を選ぶと言われ、非道な人間には縁を結ばないし、梱行を一生怠ってはいけないとも言われる。また、いい加減なく用をすると書いて災いがあるとか、子孫七代の服をも吸い上げるなどの迷信がある。行者の羽田守会が収集した話では、京都のある老舗の主人が怖いものを聞かれ、一二聖天さんにに、二二 税務署安全なと答えた、正しい行法の伝授を受けず、聖天ともを行った、ある大学教授が不思議なやけどを負って死亡した、と、最近でも恐ろしさを伝える話が残っているという。聖天が午前中に参拝した人の願いを叶えるために、午前中に参拝した人々のところを回っているため、午後に参拝すると寺院に聖天がいないという。を祭る寺院には、 金着袋と大根を図案化したものを多く見ることができる。また、三射撃で象徴される場合もある。単体の換気点像は手に金着袋に持っているため図案化された。換気点から受けるご利益が大きいことを表しているという。換気点の供物であるため図案化された。この大根はラフクネと呼ばれ、やや細くて辛味が強く、換気点の重するゾウビ山に多いとされる。 大根の白色は、即彩を意味し、食すると体内の毒や煩悩を消す作用があるとされている。種子はお二つ重ねた。ゴナパティの頭文字がに、ネハンテンを加えて、とし、この種子を二つを並べることで、送信管起点を表している。にネハンテンが加えられているのは、障害が病んで、ネハンに入った解釈であるという。オムハーゴハムソワカオム。 すば、はあ、音切り逆、うんそはカビなやかな。ぞこゆがしっ品費用では、マイルは、カンゼオンぼさの種子児で、ビナやかが障害を作さないようにし、逆は、びなやか神の種子で、この常随まなりとされ、ただゆうかんぜおおよびぐんだり菩薩つのおじょこのビナ、やかなんなりと解かれている。最初の句は、苦しみを抜くという意味から抜いて唱えることが、多いと言われることもあるが、実際は、日本で、 キリクと読む部分は、もともとの総予義音、フリーヒがなまったものであり、フリーヒを、新言集では、キリク、天台集で、キリと読むに過ぎない。よって、その他の新言だらにでも、フリーヒの日本での読みが、宗派によって、そのようになる場合がある。換気点に関わる名数は、以下の通り。日本三大聖典は、上記の二山の聖典に、 のうちのどれか一山の聖典を加えたものとするのが一般的であり、定まっていない。弁災天と美写門天の間にいる歓気天。埼玉県熊谷市、歓気院所蔵の釈状頭、中心に歓気天と二同時の像を出す。ありがとうございます。